簡単,単式のラック式機動車である M1C82R 型カタンザーロリド駅1984年同じくカタンザーロリド駅に停車中の m 1 c 8 2 r 号車1984年カラブロルカネ鉄道 M1C80R 型機動車はイタリア南部の地中海カラブロルカネ鉄道及びその後ろ身であるカラブロルカネ鉄道で使用されていた ラック式の機械式機動車である、イタリア南部の私鉄であった、市中海カラブロルカネ鉄道では、カンパニア、プッリア、バジリカータ、カラブリアの各州に1915年の34年に、建設された 950mm 機関の13路線、計 737km を運行していた。このうち南アペニン山脈内の路線である2路線には、 最急勾配100パーミルのラック式区間が設けられていた。そのうちの一路線は、小前座カタンザーロリド線で全長1 9 0 8トルのうち、カタンザーロ県の県都でカラブリア州の州都でもあり、10世紀の都市に起源を持つ、球場都市であるカタンザーロの標高約3 0 0ルの歴史的中心部と丘の下の新市街を結ぶ区間のうち2 0 5トルが、 最急勾配100パーミルのラック式区間となっている。もう一路線は、ラゴネグロ・スペッツァーのアルバネーゼ線は、アペニン山脈南部のポリーの3階を通過する路線であり、全長1 0 5 0トルのうち、ラゴネグロ大聖堂で知られるラゴネグロ付近と15世紀のアルバニア移ミンに由来するスペッツァーのアルバネーゼ付近の計5 8 5トルが最急勾配100。 パーミルのラック式区間となっていた。いずれの区間も開業以降、ラック式の蒸気機関車で運行されており、スイスのベルナー・オーバーラント鉄道から譲り受けした SLM 製の250系、260型やセムッサ製の500型が使用されていた。一方、イタリアでは1906年に自動車メーカーであったフィアットが、 ミラノ万博でガソリンエンジンを搭載した車両を走行させたことから、起動車の開発が本格化し、その後1930年代には、フィアットやブレダにより、大型自動車の技術を使用したリットリナと呼ばれる中型の軽量起動車が、イタリア国鉄を中心に広く導入され、自動車をそのまま軌道に乗せた、レールバス的な形態の小型の起動車も OM が、 北ミラノ鉄道向けに製造した MD500 型など、いくつかのメーカーで製造されており、1931年には、フィアットが自動車に近い単単式で、定格出力 55kW の手機と自動車用、変速機を搭載したアルブ2 5を製造して、イタリア国鉄で試験運行されていた。このような中、旅客輸送量の少ない地中海カラブロルカネ、鉄道では、 リットリナより小型のエミネと呼ばれる単単式機動車を導入して蒸気機関車が牽引する単編性の旅客列車を代替して効率化とサービス向上を図ることとなり1933年から35年にカーミナティタセリー製の M11 型と OM 製の M130 系の計21両が導入されており M11 系のうち M1CE14 号車が ラック区間用の試作機となっていた。そして、この M1C14 号車の使用実績をもとに1937年には、ピアッジオにより、アメリカのバットのライセンスに基づくステンレス製車体を、有する、単単式の M1C80 型が製造されて、コゼンツァカタンザーロリド線及び、ラゴネグロスペッツァーのアルバネーゼ線で運用されている。なお、 ラック式の機動車は1925年に SLM がブラジルの個人向けに車軸配置1アズの小型のサロン付き機動車1両を納入したものが最初であり、その後1928年にスイスの古河オーバーアルプ鉄道に車軸配置1アズで電磁誘発制御式4段変速機を装備する b c h m に2型が導入されており、 カラブロルカネ鉄道が1934年に導入した M1C14 号車や M1C80 型はそれらに続くものであった。本形式は、この M1C80 の代替として1951年から53年に M1C80R 型として、ラニエーリで製造された M1C80R 号車から M1C90R 号車までの11両が、 導入されたもので、それまでのエミーネと同様に、キャブオーバーバスと同じく、車体全部に手機と運転室を配置した、車軸配置1アズの単単式機動車となっており、M1C80 型と同じく動輪トラック区間用のピニオンを装備するほか、若干車体が大型化されて定員が増加するとともに、座席の座り心地の改善などの改良がなされた、機体となっている。また、 本形式は M11 型や M130 系の更新車やパダーネ、鉄道が導入した同系機であるアルン35型と同じく第二次世界大戦後に余剰となっていたアメリカの M4A に中戦車が搭載していたものと同じ GM 製の2ストロークのディーゼル機関を搭載していることも特徴となっている。なお、形式名の M は動力車用、一は同軸数、C は ラックピニオンのイタリア語であるクリメイリラに由来するラック式駆動装置を表すものであり、続く81から90の数字が基盤を、R はメーカーのラニエリを表している。各機体の形式基盤と製造年、製造所は以下の通りである。ありがとうございます。